フーです。こんにちは、皆さんいつも見てくださってありがとうございます。今日はね、 PMS 生理前症候群のお話をしたいと思います。若い時はそんなに感じなかったけれども、ここ 1,2 年で特になんか生理前のしんどさが辛くなってきたな、その辛さ度が増してるなっていう風に感じるんですよね。このチャンネルはね、私と同世代の方か、まあ、プラマイ5歳ぐらいの女性の方が一番多く見てくださっているので、私の悩みを共有させていただいて、あ、自分はこういう風に対処してますよとか、そのお悩みすごくわかるよとかですね、ぜひコメントをしていただけたら嬉しいなと思います。今特にきついと思っている3つの症状についてと、まあ、私なりに対応しているこういう方法をとっていますっていうことを最後にお話しさせていただきます。どうぞゆるっとご覧ください。まずは1つ目、どうしようもない眠気です。これ皆さんいかがでしょうか。ちゃんと7時間8時間寝て、起きても、あ、起きた瞬間からなんか今日眠いっていう感じが1日中続くんですよね。顔洗ってメイクして髪の毛もセットして、はい仕事っていう風に気持ちが切り替わっても、はぁ、あ、眠いってなるし、その日がお休みで外に走りに行ったりとか、ダンスのレッスンしたりとかしてる最中もなんか立ってても眠いみたいな感じなんですよね。で、電車に乗らなきゃいけない時とかはもう特に辛くて、もうこうやってつり革つかまりながらもう目開けてらんないぐらいな感じにきついです。お昼寝したりコーヒー飲んだりしてもですね、特に変わらないんですよね。まあ時間が過ぎるのを待つっていう感じになってしまってますが、皆さんいかがでしょうか。では2つ目、めちゃめちゃむくみます。もうなんかメイクいつもちゃんとしても二重幅がいつもと全然違うとか、目開いてますか自分みたいな感じになったりとか、あとこのほっぺの周りのプクプク感とか、お腹のなんか張り感とか、あとは運動して汗をかいた後にもかかわらず、なんか体の中に水分が溜まり込んでいて、ふくらはぎとかがパンパンになってて、外に水分が排出されてないなっていう感覚になるんですよね。だからなんか体重も増えがちになりますし、体全体が重々しくなっちゃって、すっきりしないなっていう感覚がすごく続きます。皆さんいかがでしょうか。では最後3つ目、めちゃめちゃ爆食するです。もう胃袋のブラックホール化と言いましょうか。もう普段ね、コンビニのスイーツとか買わないんですよ。なるべく添加物が少ないものを食べて、野菜を多めに食べて、タンパク質を取りましょうっていうことは心と頭で両方分かっているはずなのに、普段できているのになぜか生理前になると、なんかコンビニのスイーツコーナーにフラフラっと行って、この間ね買ったのはね、シャトレーゼのスコーンと、あのローソンのさ、クリームがめっちゃいっぱい入っているロールケーキありますよね。あれも一気に食べたし、あとマーガリンがめっちゃたっぷり入ったブドウパンのあのロールパン、なんか6個とか入ってるやつあるじゃないですか。あれを1日で普通に食べてしまったりとか、いやー、お腹が出てるって分かってるのにめちゃめちゃ甘いものが食べたくなるんですよね。これ分かっていただける方多いんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。それでもちろん体重増えるじゃないですか。でそのまま寝て次の日もまだ生理が来てないとめちゃくちゃむくんでるし、なんか気分が悪いし、昨日なんか体の中に取り入れた良くないものがこの中にずっと溜まってると思ったらドーンって落ち込みますし、なんか毎月分かってるのに同じ行動を繰り返してるんですよね。これ不可解ですよね。で増えた体重が、まあ、生理が来て終わって若い時だったらなんとなくシュッて戻ってたのが、だんだん元に戻りづらくなってる感じがします。だいたい生理前から生理中ぐらいに、まあ、1キロ、1.5 キロぐらい増えて、終わったらなんか水分が抜けて戻っていくはずなのに、だんだんなんかちりつもで増えてきている気がして、運動量とかは変わってないのに、わあこれは代謝が落ちていたりとか年齢のせいなのかなとか思ったりですね、なんかこう自己嫌悪に陥ってしまうっていう状況が続いております。いかがでしょうか。
はい、ではここまで辛い症状3つお話ししました。まあ、そんな中でも私が対処方法として気をつけていることとしては、睡眠をきっちり8時間ちゃんととることですね。夜なるべく、まあ、11時ぐらいにはベッドに入るようにして、スマホは夜寝る前で見ないようにして、早めに明かりを消して、あの好きなふかふかのベッドでお気に入りのアロマオイルをちょびっとストーンに垂らしてですね、心地よい環境できっちり眠ることを心がけています。それから運動については、生理前だからといって辛いから休むっていうことではなくって、なるべく普段通りこなすようにしています。だいたい普段夜は 7,8 キロ走るったりですとか、お休みの日だったらジャズダンスとかバレエのレッスンに行ったりっていういつものルーティーンがあるんですけれども、その生理前に辛いからといってその運動を休んでしまうんではなくって、なるべく体はいつも通り動かして汗をかけるような状態っていうのは心がけるようにしています。ではここまでご覧いただいてありがとうございました。皆さん、どんな方法で PMS を乗り切っていらっしゃいますでしょうか。まあ、40歳になって間もなく終わるであろうこの生理との付き合いですね。いつまで続くのかな、しんどいなって思いつつ、終わりがねそろそろ見えてきたなと思うと寂しい気持ちもあるんですが、同世代の方、先輩の方、それから若い皆さんもこういうことで悩んでますとか、こんな風に対処してるよっていうのがあったら、ぜひ書いていただけると嬉しいです。なるべくお返事書くようにいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。